エルザレットゲームチャンネルへようこそ。今回は味方がどこで何をしているかわかるカバー方法となります。スプラをしていると敵を見つけて味方のカバーをするというのは対面を強化する上で非常に大事な要素です。ですがスプラを始めてプレイするとそもそもなんで敵が見えているのか、そもそも味方が何しているのかといった感じで状況を把握することすら非常に難しいゲーム性となっています。他の対人ゲームと違って足音が聞こえなかったりしますし、インクに隠れることもできるのでコツをつかまないと難しいっていうのがあるんですよね。なので人によっては長くプレイしていてもこの感覚をつかみづらいっていうのがあるのかもしれないです。ということで今回はスプラをする上でカバーができるようになるための方法と考え方を次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずカバーについて考えていきたいと思います。そもそもカバーというのは味方を倒した敵を倒すこととなります。一時的な人数不利を防ぐ方法ですね。でこのカバーを成功させるには味方が倒された状況を早く判断し処理をすることが求められます。対応力とスピードが求められるんですよね。またカバーをするために必要な要素というのもあります。1つ目は音による光線状況の把握、2つ目は攻撃の射線による位置の予測、3つ目は地形の把握となります。これを聞くと結構抑えるポイントが明確なのかなと思いますよね。ですがスプラにおいてはこのうち2つを阻害する要素があります。そのためカバー行動がしづらくなるという一面があるんですよね。まず阻害される要素というのは1と2です。1に関してはバトル BGM が流れるため銃撃音やボム音などが聞きづらくなっています。銃撃といっても水鉄砲なので音自体も小さめで発見がしづらいんですよね。このため耳での索敵っていうのが非常にしづらいです。続いて2ですが、こちらはインクの色によって敵の攻撃したインクが見づらいっていうのがあります。しっかり見分けることができれば敵の位置の予測はできますが、人によっては非常に見づらいっていうのが起きますね。この2つがカバーをする上で重要な要素となっているんですが、スプラのシステム上そもそも阻害されるので難しいです。なのでカバーを徹底してやりたいっていう場合は3を活用した索敵がスプラにおいてカバーの必要な要素となってきます。ではこの3を活用した味方のカバーの方法をより深掘りしていきたいと思います。まずカバーをする上で大事なのは味方の把握をするということです。ただ把握といっても味方の行動をずっと見ておきましょうという話ではありません。それをすると味方の後ろについていくだけになるのであまり意味がなくなるんですよね。まあ、場合によっては巻き添えも食らえます。そもそもカバーというのは味方が倒した敵を倒すということです。この倒された味方を早く把握するのが重要なわけですよね。ではこの味方がやられる可能性がある場所というのは一体どこになるでしょうか。それは敵陣の高台周りや中央の対面ポジションとなります。まずカバーをするにも味方が対面をしなければカバーというのはもちろんできません。そのため味方がどこで戦っているかいち早く把握するためには対面が起こるであろうポジションを押さえるのが一番楽です。座頭であれば中央の段差付近や敵陣の高台といった場所ですね。この場所を中心に対面が起きていきます。ということはこの場所さえ意識していれば味方をずっと見ていなくても定期的に見るだけで味方の状況が把握できるというわけです。今味方が対面しているなとかボム牽制しているから今から攻めるのかなとかそんな感じで大丈夫です。これだけで状況が把握できます。また他のマップでも同じでアマビでも壁裏や高台周りを見ておくだけで味方が自然と視界に入るようになっています。ここで味方の対面が起これば発見も早まるのでカバーに自然と行けるというわけですね。スプラは時間いっぱいマップを動き回るイメージというのがありますが、対面の場所というのは実は限られてきます。まあ、有利なタイミングを仕掛けれる場所っていうのがありますからね。なのでこの場所を見ることがカバーをするきっかけになりますので、味方の把握をしたいときは対面が起きやすいポジション
というのを見るようにしましょう。続いてはカバーを成功させるための攻撃方法について話していきます。まずカバーに関してですが、なるべく高い位置からの攻撃が有効となっています。これはなるべく敵の視界から被弾を抑えて攻撃をするためですね。カバーをする時というのは絶対にデスをしてはいけない状況となります。そのため味方が対面しているところに正面から突っ込んでいくようであれば負け筋を作る可能性というのもありますね。相手が必ずしもエイムが悪いっていうことはないですからね。カバーをする際に必ず不意をつくようにしましょう。じゃあどうやって不意をつくのかっていうところなんですけど、一番不意をつきやすいところというのが高台からの視覚の攻撃となります。高台がない場合は敵の位置よりも高い場所ですね、こういったところから上から攻撃するっていうのが有効です。もしメイン武器で対面に不安があるのであれば、サブのボムなどを使って相手を追い詰めるようにするのもありですね。爆風ダメージが入ってしまえばこちらのメインを当てる回数も減りますし、キルができればその場から動かなくても済むのでかなり安全に動けます。場合によっては高台から逃げることもできるので、カバーに失敗したとしても自分は生存できる可能性は上がります。とにかくカバーするときは慎重に無理なく行くっていうのが大事です。最後にですが、そもそもカバーをするにも向いている武器とそうでない武器があります。まずカバーをするには対面をしているところに対して邪魔ができる射程や攻撃方法が必要となります。これは中衛や後衛といったある程度味方の対面が起きた時に距離を取れる武器が当てはまります。そのためスパッタリーやボールドのように対面を仕掛けないといけない武器の場合はカバーは基本難しいです。もちろんボブなどを持っていれば考え方は変わりますが、前衛として脅威が減るのでやはり向いてないなっていうふうに思いますね。で、僕の場合なんですが、トラストだったり絶水などの後衛武器を使うのでカバーは非常に大事な要素となってきます。これが取れないとキル数も稼げないですからね。さらに後衛寄りであればマップ全体を見ることができるため味方の把握っていうので自然と目に入ります。もちろん敵はポジションを見ていないとそれは難しいという話になりますが、対面が起きそうな場所は常に見るようにしています。じゃあ前衛を使った時はどうなのかと言われると、正直そういった場所は見ないようにしてます。まあ、敵がいるようなところは見ますが、わざわざカバーするためにじっと我慢するってことはあまりしないですね。で、それよりもヘイトを買って動く方が大事だなと思ってます。逆にカバーを狙いすぎて前線から下がっていると味方の負担になってくるのでもったいないっていうのがありますね。このように武器によってはカバーがそもそも向いていない武器っていうのもありますので、まずその確認もしてみることは大事かなと思います。まあ、極端な話、スパッタリーでカバー意識しようってなってもそもそも難しいよなっていう話ですね。はい、ということで今回はここまでとなります。味方がどこで何をしているか分かるカバー方法はいかがでしたでしょうか。カバー意識といってもスプラにおいてはオリジナル性が強いため、目を使った索敵が非常に大事です。カバーをするために味方を見すぎていると追えなくなった時に手遅れとなります。場合によっては敵は見つからないということも起きますね。なので対面がどこで起きるのか、その場所を見るようにして対面が起きたらサポートをするというふうに動いてみましょう。これでキルが取ることができればカバーの成功となりますね。プラって大体マップ内のポジションに依存した攻め方や守り方をしますので、そのあたりを押さえておくといいのかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。